それより、これから付き合ってもらうわよ。明日のイブのパーティー会場の下見と買い出しの用意よ。いいの？幹事の一人なんでしょ？幹事してお金儲けしようとしていたんじゃなかったっけ？いろいろなところに借金があるんでしょ？別にカードが急に使えなくなったら困るでしょ？どうする？どうしたの、お兄ちゃん？どういう人？それじゃあしょうがないよね。明日のプレゼント待ってるから、お兄ちゃん早く来てね。約束だよ。ダーリン、早く行こうよ。ごめんなさい。あ、ねえ、私は急な仕事なわけ？ああ、待ってよ、ダーリン。とりあえず、買い物してから部屋に帰りましょうよ。足りないものもあるし、荷物も置いてきてるのよ。ねえねえ、ダーリンさ、私たちってどう見えてたのかな？イブの前に楽しく買い物する恋人同士？それともラブラブな新婚夫婦？嘘よ、嘘。もうパーティーの準備はパーフェクトよ。あとは行くだけって感じね。だって早く二人っきりになりたかったんだもの。明日のパーティーの前に二人だけでパーティーしましょうよ。Thank you.
やめてよ。ひどいことしたらキャッシュ貸さないわよ。
なのよ。わかった？そうだったんですか。なんだかドキドキしちゃって。きっと男の人には。あ、お兄ちゃん。どうしたの？そんなに慌てて。お兄ちゃん。どうしたの？そんなに慌てて。あ、お兄ちゃん。どうした？どうしたの？お兄ちゃん、大丈夫？ふらついてるわよ。昨日はあの子と重労働でもしたの？何？昨日の夜は寒かったわね。一人で寝るには。いやーね、埋め合わせなんて。たっぷりね。いやーね、埋め合わせなんて。無理ね。どうしたの？ねえ、お兄ちゃん、何のお話してるの？いいわ、後でスズナちゃんにたっぷりと教えてあげる。冗談よ。でもやっといつもの元気が出てきたみたいね。お兄ちゃん、顔色悪いよ。大丈夫？ああ、あれって痛いのよね。私もしたことある。あ、センターから呼び出したわ。もう行っちゃうの？ごめんなさいね。でもお兄ちゃんがいるからいいよね。うん、でもまた来てね。え、すぐに戻ってくるわよ。あとよろしくね。
のね。ううん、違うの。本じゃないんだけど。クリスマスイブの街を歩いてみたいの。夜、昨日とっても綺麗だった。ずっとここから眺めてたの。どうしたの？少しでいいの。お兄ちゃんと一緒に行きたいの。やっぱりダメ？ごめんね、お兄ちゃん困らせて。やっぱり無理だよね。残念だけど、鈴菜ちゃんのご親戚が断念なさったのよ。もうこれ以上鈴菜ちゃんを苦しませるの。つまり新薬を投与したのよ。でも逆に発作が。ごめんなさい。こんな無茶なことは初めて。ひょっとしたら上の方で何か取引が。ちょっとどこ行くのよ。